おお、あの人超出るが出てるぞ。たまにね、200人登録者の祝いとして、ジョンが初めて日本の医者に行った時の診断を語ってさせていただきます。フランスの医者と全然違いますね。でも今日語るのはジョアンの経験です。だから日本では他の医者はそうではないことをご了承ください。それでは早速始めましょう。医者に行く時ね、一番めんどくさいのは僕にとって待つことです。で、フランスの場合はね、30分、40分、1時間待って、医者のところに行って、検査して、払って終わりです。でも、日本の医者に行ったところでは、着いたら待つ。名前が呼ばれたら立つ。他の部屋に移動して待つ。医者のところに行って、検査して、すぐに払わないんですよ。早いですよ。また、他の部屋に行って、待つ。払って終わりです。ジョアン様、やっと僕か。1時間待っとんだもん。はい、ここで待ってください。え、また待ちますか。え、でも電話して10時に来たら10時半に検査できるって。そうですね、今日の10時に来たら明日の10時半の検査になるっていう意味でございます。お前サブローか。名前が呼ばれた後で、なんでもう一回待たないといけないかと思ったら、そのところで看護婦が症状を列挙します。でもね、フランスではその症状を言うことは医者にだけ言いますね。でもジョアンが行ったところでは部屋の中に他の人がいたということで、ジョアンが言ってたことみんな聞きました。で、その看護婦ね、レストランにいるみたいに大きい声で注文を取るみたいに僕の言うことを繰り返した。テーブル7 はい、どうぞ。はい、ドキドキ、めまいがあります。はい、めまいだって。くしゃみもします。くしゃみ一つ。咳があります。咳もあります。痰もあります。あの人の中に腐ったのかな。ええー、ですよ。痰もあります。下痢もあります。おい、ちょっと子供いるぞ。おお、あの人超出るが出てるぞ。たまにね。あ、ジュースはどうしますか。人の病気にふざけるな、お前。失礼しました。医者のところに着いたら、お腹の検査をしようとしていたので、少しズボン脱いでもらっていいですかっていうふうに聞かれましたね。別にいいんですけど。僕がズボンを脱ぎながら、看護婦は二人見てました。で、フランスでは、部屋の中でお客さんと医者だけいます。もっとプライベートな環境を作るためですね。でも、日本では、せめて一人の看護婦がいますね。多分その形でみんな安全と感じてますね。でも、ジョアンは恥ずかしかったんです。だから脱ぎながら、その看護婦は、もっと脱いでみたいな感じでした。恥ずかしくない？はい、それでは服を脱いでください。はい。いえ、私がやる。先生、怖い。僕も、なので遠くに行きますね。あの人と一人しないでください。戻ってくれてありがとうございます。違う、聞きたいことがあったんだけど、遠くの監視かけますか。かけないです。やっぱり外品だね。ひどい。さあ、任せてください。値段なんですけど、フランスでは毎月保険を払って医者に行ったら、だいたい値段のは25ユーロなんですけど、保険で値段が下がります。7ユーロぐらいかな。で、保険によって何も払わない場合もあります。このビデオ面白かったと思ったら、ぜひぜひいいねを押して登録して友達とシェアしてください。ありがとう。